なぜ日本は国際連盟から脱退したのかについてざっと話をしますで。きっかけは満州事変です。日本が中国で持っている権益。権益ってのは、ある国がここでは日本ですね。日本が他国内、中国に持つ権利とそれに伴う利益です。日本が中国で持っている権益を守るために、1931年から1932年にかけて陸軍が起こした事件。 これを満州事変と言いますが、これがきっかけで日本は国際連盟から脱退することになりました。満州事変がどうやって始まったのかというと、1931年9月18日の、えー、事件がきっかけです。関東軍が南満州の鉄道を爆破しました。関東軍というのは、関東州と南満州鉄道沿線を守る陸軍です。まあ、中国にいた部隊 陸軍の部隊って感じですちょっと詳しくは別の動画で説明してますのでここでは省略しますこの関東軍が南満州南満州の鉄道を爆破してでこれを中国軍のせいだーって言いがかりをつけて中国で軍事行動を起こしましたでこれが満州事変のスタートですでこの満州事変が起こったもっと詳しい理由については別の動画別のブログあブログ記事で説明してますのでぜひそちらを見てください で、この中国が、中国、ごめんなさい、陸軍が起こした、えー、軍事行動、満州事変に対して、日本、日本の周囲の、日本を含め、日本の周囲の登場人物が、バラバラなリアクションを取りました。で、まあ、まとめると、その日本についてまとめるとこんな感じですね。えー、まあ、超簡単に、誤解を恐れずに言うと、陸軍が暴走してしまい、政府がそれをコントロールできずに、 えー、とんでもないことになったっていう感じです。え、もちろん詳しくいきます。まず軍部について。軍部はなぜ満州事変を起こしたのかというと、満盲の権益を守りたかったから、そして国家を作り直したかったからだとされています。で、満蒙の権益を守りたいってどういうことかって言いますと、あの、満盲っていうのは、この、このあたりですね。このあたり。 この辺りに日本が持っている権益を守りたいと考えたと。えー、日本がここら辺で権益を持っていたわけですが、その権益が脅かされてたんですよ、この時代。中国の蒋介石という人が国民政府を樹立して、南から中国統一を目指して北に攻めていくっていう、北伐という、えー、北伐というのが行われていました。この北に 北のここら辺、満蒙毛の辺りで権益を持っている日本からすると、この南から脅威が迫ってくるという状況です。で、で実際、1928年12月には、日本が権益を持っていた中国東北部の満州も、国民政府の支配下の土地となってしまいました。で、そこで中国で不平等条約を撤廃しろとか、中国の権利を取り戻すんだっていう運動が高まったわけです。で、 まつまりもう日本は中国,で中国に持っているこの権益がもう本当に失われるぞっていう危機に陥ったわけですね。で、別にその中国、その日本列島だけでいいじゃんと。その日本、そのなんでわざわざ中国に権益を持つ必要があるんだっていうふうに思うかもしれませんが、とても大事な地域だったらしいです。なぜなら、将来に備えるため,ためですね。将来、 アメリカと戦争が起きるかもしんないと。で、あと経済封鎖が行われるかもしんないと。そういう事態に備えるためには中国の資源が必要だと当時の人々は考えていました。で、なのにこの中国の広大な土地が土地に持っている権益が失われてしまうととても困るわけですね。この狭い狭い日本列島だけではやっていけないっていうふうに考えていたと。この中国の東北部の満州のあたりは いろんな資源も出ますからとても重要な地域だったわけですねですがそれは失われる危機に陥ったということでまずいっていうふうに特に軍部は考えましたそしてさらにこれがあごめんなさい今言ったこれが満盲の権益を守りたいっていう思いですで2つ目の軍部の思いとして国家を作りた作り直したいという思いもあったそうですえー、ま,まず 中国国民政府が、まあ、さっき言った通り、えー、不平等条約の撤廃とか、あと、租借地の返還などを,もを諸外国に求め,求めました。で、まん、あ、毛の危機に直面するわけですね、日本は。これ、さっき説明したやつです。なのに、政府、えー、政府にいる、その、篠原喜重郎っていう人が、協調外交を行ったと。その武力行使、武力で対抗するんじゃなくて、まあ、なんかうまくやっていきましょうねみたいな感じの。 協調外交を行ったとで。軍部からすると、なんて軟弱な外交なんだって感じなわけですね。で、で、って感じで、えーその、軍部が、とにかく軍部が政府に対して、すごく不満を抱いていたということです。でさらに、えー、国内、日本国内の状況もとても悲惨な状況になってました、この時代。世界恐恐慌慌に伴うう昭和という 超不景気が日本で大きい日本では失業者が増加していました。ま,あ、まずこれに対する不満がありますそ。そしてさらに東北地方を中心に農村の困窮が深まる深まっていました。農業恐慌と言います。全然農作物が取れずにその、まあ、餓死する人とかが大量に発生したりとか、あと本当にお金がなくて自分の娘を 売らななきゃいけかかったりとか、まあ、そういうことが東北地方を中心に農村で起きていました。で、軍部の人、まあ、いわゆる兵士は農家から徴収される人が多かったです。農家の次男とか三男とかが徴兵されるわけですね。それで軍部に行くわけですよ。だから、その兵士の人たちは軍、その農村のすごい悲惨な状況をリアルに見てたわけですね。 実感してたと。だから、すごい政府に対して不満を抱くわけですよ。なんとかしろよなんでこんな状況になってんだ許せないって感じですごい不満を覚えていたと。なのに、その政党、その政治の中心にいるような人たちは、全然対策をせず、しかも汚職事件っていう、まあ、汚職事件を起こしたりして、 もう自分のための、自分のためになんか政治してるみたいな、まあ、そんな感じで、超自己中な感じでやってるように見えたわけですねで。で、しかも財閥という大企業は、自分の会社の利益を得ようと行動していたと。つまり、兵士はリアルな状況を見てると。で、農村の人々はすごい困窮してる。貧しい思いをしている。なのに、 政府、政治の中心にいる人も、経済界の中心にいる人たちも、全然対策しないで、自分の利己的な活動ばかりしているという状況です。これに対して当然、兵隊の方々は不満を抱きますよね。軍部は不満を抱きますよね。このような状況で、軍部は政府に対してイライラ。ってことでもう今の政府じゃダメだと。日本を改造しなきゃいけないっていうふうに、軍部は考えました。ってことで、 陸海軍の軍人や右翼による国家改造運動ってのが高まりますでそして軍部はこの国家改造運動国を作り直すぞっていう運動の一環として満州事変を起こしました国外で軍事行動を起こすことによって先に起こすことによって国家の改造をなし崩しで進めるためだったそうですで で、じゃあ実際どういう行動を起こしたのかですが、まあ、さっき言った通り、1931年9月18日に、関東軍が南満州の鉄道を爆破して、中国軍のせいだーって言いがかりをつけて、中国で軍事行動を起こすと。で、関東軍は、なんと、日本が権益を持っていなかった北の、満州の北の方、北満州まで攻めて、満州全土を占領するんですね。これは明らかにやりすぎな状況です。で、 あと、ま、第一次、第一次上海事変とか起きたりして、ちょっとこれは省略しますね。で、1932年3月に、真の最後の皇帝、不儀っていうのを失勢に、トップに据えて、満州国の建国を宣言させます。えー、日本、日本が、日本というか、関東軍が日本の権益がない北満州までを攻めて、満州全土を占領したと。これは明らかにやりすぎなわけですが、これだと国際社会、国際社会、 国際社会は納得しないということで、特,まあ、特に欧米諸国は納得しないということで、満州人が自分たちで国を作ったんだよということにしたわけです。もう一回言いますね、その、軍部は国家を改造するぞってことで、国外で軍事行動を起こそうとしたと。ってことで、この満州事変を起こした。その鉄道を爆破して中国軍のせいだって言いがかりをつけて、中国で軍事行動を起こした。で で、やりすぎなことまでしてしまった。満州全土を占領した。でこれはさすがにまずいだろうと。ということで、いやいや、関東軍、日本の軍隊がやったんじゃなくて、現地の人々が自分たちで国を作ったんだよということにしたということです。で、そのトップに据えられたのが、中国、清の最後の皇帝であった富儀です。この、 軍部の行動に対して内閣はどう思っていたのかというと、えーまあ、内閣の思いとしてはイギリスやアメリカとは衝突したくないわけですねイギリスやアメリカと戦争したらとんでもないことになるっていうのは分かってましたし、えーまあ、自分たちにとって得がないわけですねなのでイギリスとアメリカとは衝突したくないとなのに関東軍がとんでもないことを起こしたとだから関東軍何やってんだよっていう 感じですで,、まあ、でもその一方でいやーでもイギリスやアメリカと実際に衝突しないのであれば衝突に発展しないのであればまあ関東軍の行動はダメではないかなみたいな、まあ、そんな感じです。蒋介石の国民政府が南からこう迫ってきていて日本が中国に持っていた権益が失われるという状況に危機感に陥っていたわけです。だから 内閣政府としても、この権益を守りたいんですよ。っていう状況で、関東軍が行動を起こした、で、その中国東北部に持っている権益を守るような運動を起こしたわけですね。これがイギリスやアメリカとの衝突に発展せずにうまく収まれば、内閣からしたら、ああ、よかったってなるわけですね。だから 関東軍何やってんだよ、ふざけたことするんじゃないよと思いつつ、ま、まあ悪くもないな、みたいな、なんかそういうちょ、その、なんつうの、矛盾した感情があったっていう感じです。わかりますかね。で、ね、内閣はどういう風な行動を起こしたか。というと、まあ、まず、あの、やりすぎんなよっていうことは言いました。 第2次若月礼次郎内閣っていうのが満州事変が起きた当時の内閣だったんですけどその第2次若月礼次郎内閣は満州事変勃発に対して不拡大方針を出しましたもうこれ以上やるなとやめろと軍部に言うわけですねしかし関東軍はその方針を無視して軍事行動を拡大しますでうまく まとまらないぞと。事態の収拾に自信を失った若月内閣は総辞職をすることになります。で、政権交代が起きます。ちょっとここの詳しい事情は省略します。政権交代が起きて、犬飼強内閣が誕生します。で、犬飼強内閣は、関東軍が行動を起こしている中で、中国との直接交渉を目指しました。なんとか、その事態を収めようとしたわけですね。ですが、五一五事件で、 えー、その暗殺されます、犬養毅が。で、要は軍、軍に不拡大方針を出したけど、うまくいかなかった。で、中国と直接交渉をして、うまくまとめようとしたけど、そのトップが暗殺されたという状況でもうどうしたらいいか分からなくなっちゃったわけですね、政府は。で、軍を抑える目的で、えー、穏健な人格であった、まあ、割その過激派ではない軍人。 軍軍の軍人の人人藤誠っていう人が首相になりましただからその軍部の行動をなんとか抑えなきゃいけないっていうふうには思ってたわけですね内閣はその心の中ではまあイギリスやアメリカとの衝突に発展しないんだったらまあって感じの気持ちはあったけどでも当然その 法的に許されない行為をしているわけですから、内閣は止めようとし、てていいいた、た政府は止めよううとととしていたということです。それに対して、じゃあ、世論、マスコミのリアクションはどうだったかというと、まあ、国民の、えー、リアクションはどう,だったどうだったかというと、熱狂って感じです。だったらしいです。軍の行動、指示、よくやったーみたいな感じだったらしいですね。まあ、全員がそうだったとは思いませんが、まあ、そういう意見が結構多かったらしいです。 ジャーナリズムも軍部の,その国家改造的な運動を期待していました。で、まあ、その背景には、なんか日本政府が自由主義的な、民主主義的な学問を弾圧していたとか、まあ、そういう事情もあるっぽいんですけど、まあ、ちょっとここら辺は省略をします。まあ、とにかく、えー、軍部の行動に対して世論、マスコミはよくやったという、そんな感じだったらしいです。 それ、そうやって爽快感を感じるぐらい、当時の日本は、追い詰められていたというか、苦しかったってことですね。で、アメリカはどうリアクションしたかというと、当然日本の一連の行動に対して、これは許せないっていう宣言を発しました。で、中国はどうかというと、中国からすると、ふざけんなって感じですよね。その 統一するぞっていう感じで中国で行動を起こしているのに、関東軍が軍事行動を起こして、もともと権益を持ってない地域まで拡大して、満州全土を占領するみたいな。で、満州人が、現地の人々が自分たちで作った国だよって感じで満州国を作るっていう、まあ、そういう行動を起こしてるわけですから、当然中国人は日本ふざけんなよっていう思いを 抱いたわけです。ってことで、日本商品を買うなーっていう、日本商品ボイコット運動が拡大することになりました。こういう形で、日本の商品を買わないぞーっていう形で、えー、反対の姿勢を示そうとしたということです。ですが、中国国民政府の小解析は、日本に、日本に対してこう武力で対抗するってことはしなかった。しませんでした。で、 で紹介、紹介席は国際連盟に訴えるという手段に出ました。日本の軍事行動は9カ国条約、過去に結んだ9カ国条約や不戦条約に違反していると。これはおかしいだろうってことで、国際連盟に訴えることで解決しようとしたということです。実力で、中国国民政府が自分たちの実力で、武力で日本に対抗するのではなく、国際連盟という国際機関に訴えて、国際連盟に 問題の解決を委ねようとしたということです。では、国際連盟はどんなリアクションを取ったのかというと、あ国際連盟からすると困ったもんだなって感じですね。あ <laughs> の、困ったもんだな、なんですよ。その、日本、日本なんてことしてくれるんだと思いつつ、ああ、みたいな、<laughs> そういう困ったなーって感じ。で、で、まあ実際、本当に、その、 満州国が現地の人々の自発的ないやいや自分たちで作った国なのかどうかっていうのは本当にそうだったのかっていうのはやっぱ調査してみないと分かんないと。で軍事行動その日本の関東軍は鉄道を爆破して中国のせいだっつって軍事行動を起こしたわけですが本当に中国のせいじゃなくて日本が起こした事件だったのかとかもうそこら辺もう全然分かんなくなってるわけ分かんないわけですね。 なので、いろいろ調査しなきゃいけないわけですよ。だから、国際連盟は中国からの訴えと日本の提案を受けて事実,事実調査のために調査団を現地と日本、中国両国に派遣しました。この調査団の団長がリットンです。この派遣された調査団のことをリットン調査団と言います。このような状況は、つまり国際連盟の調査結果の報告内容によって 日本の運命が決まるっていう感じの状況です。で、まあ、結局、その後、日本は国際連盟とは一緒にやっていけないわ、別れましょうって感じで言い捨てる言い捨て,て、えー、国際連盟を脱退するわけですが、なぜそのようなことになってしまったのかについて、ここから説明をしていきます。国際連盟からの脱退までの経緯。日本は、リットン調査団の報告書が公表される前に、 調査を、調査し終わって、調査結果をまとめて、で、報告書が公表される。その、それよりも前に、行動を起こしてしまいました。日本は満州国を既成事実化しようとしたと。1932年9月に斎藤誠内閣、さっき言ったやつですね、海軍の穏健な人格の、えー、軍を抑えようとした人、斎藤誠の内閣は、日満議定書。 その日本と満州、新しくできた満州国の間で結ばれ、その、間の議定書に調印をして満州国を承認します。その満州国っていうのは、満州、現地の満州人たちが自発的に作った国だよっていうことで、新しい国ができましたねって承認をしたということです。そして満州国における日本の既得権益を認める、認めましょうということが約束されました。 日本と満州の間で。で、日本軍を満州に無条件で駐屯させると。そして、交通機関の管轄や、あと新しく作ったりとかいうのを全て日本に任せますよと。満州じゃなくて、全て日本に任せますよと。そして、日本人を満州国の管理、の役人に任用しますよと。まあ、つまり、満州国、満州国とか言いながら、完全に、なんかほぼ日本みたいな感じですね。日本の影響力超受けてるっていう。日本が もう実質支配してる国としてこう満州国を承認したということです。リットンのちょリットン調査団の報告書が公表される前に、もう満州国ってのはできましたと。もうできたんですと。満州国ってのはもうあるんですとで。こういう国なんです。で、満州国と日本はこういう約束をお互い結び合いましたと。だから、もう周りの人たちは余計なこと言わないでくださいねみたいな感じの。 えーまあ、既成事実化ししようとしたというととたいことですねでこれ、もう、そ,もうそんなことしなきゃいいのにって感じなんですけど、まあ、もう、日本は後に引けなくなっていたっていうことだと思います。満州国、その満州の地域をどうしても手放せなかったってことですね。立ン調査団は、おそらく満州国は認められないって言ってくるだろうと予測して、だったら先に先手を打って、満州国を自分のものに、自分の影響下に置 置置いた、たけける国ににししよよううと自分のものもって考えたわけですね日本は正しいことをするんじゃなくてもう過去の行動を正解にしちゃえばもうそれでいいんだみたいな感じ分かりますかねこの感じで、まあ、とにかくその日本は満州国を既成事実化しようとしたとでその背景にはリットン調査団の報告書がもう日本に厳しいものになるだろうと予測していたということがありますしかしその予測とは裏腹にリットン調査団の報告書が 日本に配慮しててくれていたた内容だったんですよ1932年10月、満州あ・日満議定書に調印をした1か月後ですね、1932年10月に、リットン調査団の報告書が公表されました。その主な内容がこちらです。まず中国、中華民国を擁護する内容が書かれていました。関東軍が鉄道、南満州の鉄道を爆破して、 これを中国のせいだって言いがかりをつけて、軍事行動を開始したと。っていう、その事件に対して、これは、で、あとその後の日本軍の行動は、自衛的行為とは言い難いと。要は日本が勝手に、日本の関東軍が勝手にやった行動だということです。だから中華民国を擁護する内容が含まれていました。そして、満州国は、 地元住民の自発的な意思による独立とは言い難いと。日本が作った国だっていうことですね。で、満州国の存在は日本軍に支えられていると。もう完全に日本のものだろうと。っていう内容でした。中華民国を擁護する内容が書かれていました。で、一方で、ここが大事なんですけど、日本に配慮した内容も書かれていました。満州に日本が持つ条約上の権益、既得権益は 尊重されるべきだと中,華、えー、中国国民政府、蒋介石の中国、えー、国民政府が南から北にこう迫ってきていてで、日本が持っていた満州での権益が失われるかもしれないという危機感をがあったとっていう状況で、えー、中国、そういう状況だったわけですが、満州は日本に持っていた権益はやはり尊重されるべきだと。中国に返すんじゃなくて日本 日本が持っていた権益として尊重されるべきだよっていうふうに言ってくれたわけですね。で、えー、で、日本は武力を使うのはだめだと言いつつも、中国も中国で日本の商品を買わないっていうボイコット運動をしている限り、平和は訪れないと言った。日本は武力を、中国は不買運動という経済的武力、挑発を行使している限り、平和は訪れない。 日本の肩を持ってくれてるんですよ。そして、えー、軍隊をま撤退させましょうと。で、満州を非武装地域にして、国際管理下に置くのがいいんじゃないですかっていう感じで、ある程度日本に配慮してくれた内容だったんですね。リットン調査団の報告書は。だから、満州国既成事実化しなきゃよかったんですよ。そのリットン調査団の報告書を待ってれば、 もっといい結果、いい未来が訪れたかもしれなかったんですけど、先手を打って1ヶ月前に満州国承認しちゃったわけですね、日本は。で、もう後に引けなくなったと。もはや、リットン調査団の報告書に対して譲歩できなかったと。1933年2月、国際連盟の臨時総会で、リットン調査団の報告に基づいて以下のことが決定されました。満州国は 日本の傀儡国家である満州国は満州人が自分たちで作った国家じゃないよと。そして、日本が満州国の承認を撤回しなさいと。いうことを求める韓国案が採択されたと。っていう状況で、もう日本、日本の全の権を握っていたその松岡洋介君っていう人がぶち切れるというか、なんか堂々退場しちゃうっていうその、こういう立憲調査団の 日本、ちょっと、やめなさいよ、みたいな感じの報告に対、その決定に対して、えー、堂々退場してしまうと。で、で、1ヶ月後、1933年3月、日本政府は正式に国際連盟から脱退するよって通告をしてしまいました。で、まあ、イギリスやアメリカ、ソ連、 とかとまあすごい関係が悪くなるわけですが個別に関係を修復して新たな国際関係を作ろうっていうふうに考えたらしいですね、まあ、ですが結果的に日本は国際的に孤立をしてしまってドイツと接近することになりましたよっていう未来が待ってますって感じでかなり国際連盟から脱退するまでの流れについては複雑なんですが、えー、まあ誤解,誤解を恐れずに超ざっくり言うと日本が 焦っちゃったってことですね。<laughs> 焦って、もっと悪い未来が訪れることになってしまったっていう感じです。はい。えー、まあ、ブログ、今、すごい、駆け足で説明したので、かなりわかりづらい部分もあったかと思いますが、そのブ,ロブログでしっかりとまとめてますので、ぜひ、えー、ブログも読んでいただけるといいかなと思います。はい、最後まで聞いてくださって、ありがとうございました。